さあ始まりました、ウイチの江戸川ナイス。おはようございます。おはようございます。さあ、本日の江戸川ナイス外向け発売場開設9周年記念富士通フロンテック杯となっております。はい、今日は優勝戦ということなんですけれども、はい、実はまあいろいろ生配信ご覧の方はご存知だと思いますが、はい、私腰を10年ぶりぐらいのひどいぎっくりをやりまして。うん、ずっとおじいちゃんのような感じでこう、うん、こうやって歩いてたの、そうですね、なんと今日初めて、腰ベルトなしをチャレンジしております。ちょっといけそうなんですか。ちょっと早い気がする。1日ただいたっていうのはまああるから、それを気遣ってちょっと今日は無理せずにですね、あのいつものアクションが見られないんで皆さんちょっとがっかりするかと思うんですが、ご容赦いただきたいなと思います。やるぞこれでね。今節まあ特にそうなんだけど、今までもずっと言ってたんだけど、節間の成績見てもらったら分かるんですけど、成績っていうか結果、はい、マジで6レースまでの満周比率、やっぱ前半は徹底して狙っていくのが吉だなっていうのがね、広くね、改めてそれを思ったんで、ちょっと今日その辺を意識しながら頑張っていきたいと思っております。はい、要チェックよ。はい、それでは今日も一日よろしくお願いします。お願いします。1号艇石渡が旋回、2番艇高橋、3番艇途中経過です。あ、出た。今回見てくれる。俺そこそこ空いてるの。さあ、それではここで江戸川ナイスシーズン3下半期の成績を発表したいと思います。はい、集計期間2020年10月から2021年3月シャープでいうと79から96回ということになっております。収録回数9回全72レースの結果でございます。はい、第2位の発表です。主な民進3勝6敗的中率 34.7%、 25ナイス、こちらは第1位となっております。そして回収率 92.5%、 マイナス 65,410円、こちらは第2位。戦ってる、非常にいいね。いつも僕2位とかですね、大体やってるね。 92% はいい。そして気になるのは第1位ですよね。これまあ来るんじゃないかと。スズムシ僕はありがとうございます。すみません、ありがとうございます。5勝4敗、5勝4敗、はい、的中率 34.7%、 はい、なんと主な MC と同率ですね。25ナイス、回収率は 117.4%、 素晴らしい。プラス 158,330円、これももちろん1位です。はい、びっくりしたね。そして非常に調子良かった僕の成績ですよね。はい、2勝7敗、あら的中率が 26.3%、 19ナイス、回収率 63.9% マイナス 45万200円。そんなにそんなにおかしいよね。おかしい。まあ、ちなみに3人の合計集計結果をトータルすると、はいはい、的中率 31.9%、 これはすごいと思うんですけどね。69ナイス、はい、216レース中です。はい、そして回収率 88.2%、 これはいいぞ。ただマイナス金額は僕が足引っ張ってますので、357,280円。まあそこはしょうがないですね、金額は。俺は確かにもう何やっていいか分かんなくなってバカみたいに金使ってて、おそらくこの結果を受けて緊急事態宣言出てるから、はい、この後また戻ってくるんだと思うんですけどもね。もそれ取り戻すには相当分けないと。まあでも本当に俺一人がここ、この下半期は足引っ張ってる結果になってるんで、だからみんながうまいことを頑張れると、はい、上半期は全然覚えてないけどな。俺がすごい勝った時ですね。じゃあそれくらいなんじゃないですか。とこれ下半期があったらトータルはないのかってすごい今思ったんですけど、うん、
あ、本当だ。シーズン3の総合成績は、なんと次回発表しますということでね。うまいな、つなぐな。前半非常にぶっちぎりで僕は良くて、で、ここでぶっちぎりのビリを取ってるから、もしかしたら3人いい結果になってるかもしれない。ちょうど鳴らしていい感じだ。ただ宮優さんはこの時点で多分もう出して退出してるはず。今生配信どこにでも出没する宮優さんという方がね、異常なスピードであのコメントに何の結果でも出してくれる。何でも出してくれる。的中数とか僕大体知ってましたもん。見たもん。あ、こんな当たってんだっていう情報もらったんで。エドワーナイスチームの4レースの成績とか言ったら出てきますからね。そうそうそう、トータルが。恐ろしい方ですけれども、うん、ただ我々誰もあのどこのどなたか存じ上げない、存じ上げないというね。でもこれぐらいがなんかいい感じがするけどね。近すぎず遠すぎずの、はい、本当 ありがとうございます、はい、いつもお世話になってありがとうございます。さあというわけで、はい、今日は、まあ、成績もあれですけれども、ね、ちょっと前半ね、狙っていきたいなと、はい、僕は思ってますんで、はい、頑張っていきたいと思います。今日も一日よろしくお願いします。宮優さんすごい携帯が今ちょうどオープニングで宮優さんの話したんですよ。あのこれコース別スタートが江戸川のコース別、本当にあの予想に困った時でいいので、まあ、あの使っていただけると。いつも気になるんだけど、はい、あの家で仕事してるんですか。そうですね、家であれでお仕事できてるんですね。そうですね、今のところは、はい、大丈夫です。うん、それが心配なんで、はい、そこはあの本当になんとかやれてますんで今のところ、はい、こんな若いと思わなかったよ、うん、さん多分 ね、これで驚いてる人は相当すぎるよ ね、うん、あの宮優が、うん、みたいな。そんなんですか、うん、はぁ、じゃあちゃんとお仕事されてるということで。はい、そこは、はい、もう大丈夫で。いやぁ、はい、本当にいつも楽しみに見させていただいてます。いやありがとうございます、本当に、はい。この番組のおかげでなんか江戸川が半分ホームみたいな感じ。ああ、それは良かった。あ、はい、そのまま違ったの。もう本当に江戸川無理無理無理って感じだったんで。ああ、いや良かった、はい、で今後とも一つよろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。宮優さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、第1レース、僕の予想はこちらです。まず本戦は1221からの3着36もう絞ってきました。で下の段が抑えというか1の中田選手が、しくってしまった場合は、23からの、足のいい6を2着に加えて236で3着では1236と4と5はもうあれ完璧に切りましたね。よく考えたらこっちの方が金額多くなってしまう。抑えたつもりなんですけど、どうでしょうか。4頭がなんか僕はよく見えなかったんだよな。今節数字はいいけどなんか出てない感じ。1を抑えて、はい、1 2も1も2も4も6も来るぞ。全然いや確かに松陣に最初言われた時これ何回だって言われたけど、そうかなと思って真剣に考えてやっぱ何回だった。時間ない、これダメだ。何も決められないから歩きながら考えて買ってくる。1か2か3の頭だって思いながらオッズ的に満州狙いたくてちょっと先買ってくるの。これ広く 24.2346 全2346全6500円。6号艇の選手がね F 切ってる割には普通に2、3着いるイメージ。入るだけで高めなんでここは、広くね、構えていこうかなと思って買ったのがどっか行ったっすね。はい、はい、宣言通りですね。2346全234全6、まあ6の2、3着付けって感じで、イン逃げたらもうちょっとしょうがないです。ただ安定盤ついてるし5切っちゃおうかなと思ったけど残してた方が
1000円ケチってね、当たったらとんでもないんでね、行きたいと思います。はい、はい、結局ボード通りですね。しかもここは難解だったので抑え気味に1221からの36と、こちらですか2332のからの2着6の45抜かしって感じですかね。3着結構いい感じに遊べてる、下半期じゃないや上半期ですか、遊べてることが気づいたんで、いや下半期か、よかった、気持ちいいです。いやギリギリ間に合ってさ、5と6のフライング持ってる組、しかもまあ節間切っちゃった人もいるんですけど、それを2着3着に絡めた船券を買おうと思って123561213を500円、そして12312356を1000円で、もう何点になるかもよくわからないままにバーって買ってみたら1万8000円もいってしまったんだ。ちょっとびっくりして、やりすぎて、時間がないとやっぱやばいですね。朝宮優さんとちょっと話し込んじゃって、安定板がついて2周レースになってるんですよ、うん、潮は下げで風が南風ってことかな。あらー、内枠でいいだろう、これはもうこれ逃げちゃう。1号艇だから差しに行く1号艇は続いていく1、2、3、6、全然6、これ頑張れ、もう頑張れ、もう頑張れ。先頭争いは差しが届いている。ドアがアウトコース1号艇の方となっています。よしよしよし、5と6、1号艇山崎、内から6号艇上田、スタンダー前進しそうです。2周2番コートプレ、2号艇井川が正解。よし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 よ3番手、6どうした、おー5はあかん、5はダメ、5はダメ、5はダメよ、5はダメ、中野が上がるかどうか、しかも安い、やべ、ここで終わるんだ、6番5番と3番手、5頑張れ、5頑張れ、5頑張れ、角度的に5だわ、3番手、5だわ、ここで終わりだ、では5号艇中野が優勢で間もなくゴールを迎えます。やべー、弱い、腰が弱い、絶対だったの、音がうわ216だろ今のね、え1000円いった方、大当たり、大当たり27倍あれば25、30倍、ねえやりました、ちょっと腰にね気使っちゃうんで。いや俺だいぶ絞ったかんな、やった1レース目、ちょっと金額配分を計算できないままに1000円張った方が来てよかったんで、ちょっとここも1000円でいきたいと思います。で頭になりそうなのが1か4かなっていう感じはしたんですが、2号艇言っても A2 鳥塚選手今節振るってないです、2着もないです1回も。ただ腕で言うとやっぱこの中ではあるんだよな、2か4なんだよな腕だとね。だからインは普通に逃げる可能性ある、腕で言うと2か4ということでここを絡めて、3着に3か5というところでやってみました。235にしてみようかな、鳥塚さんの3着までは間違いなさそうだもん、まあ、2は入れますね。鳥塚さんは必ずどこにか
パランプして、頭いらないかな、うん、頭いらないかな。ここ切ります。そうすると多分大きく減らせるので、これでいけんじゃないか。で、今節はデータいただきましたので、あの ST スタートタイミングは宮由井さん集計によりますボートレース江戸川のみでのコース別スタートタイミングに僕はなっております。まあそれでもインが早いしね。カッコっていうのは多分あの出走回数が少ない。うん、これでいいと思います。これでいきます。4516抜き1500円。最近ちょっとこういうの俺ハマってんのよね。これ高め取ってること多いんで、まあ実験的に、まあ1位2、3着に残すだろうと。誰かにやられてもね、やれなかった場合は1、2、4、2、4、まあコソコソもついてるんで1、2、4、5、2、4、5、2、500円で3000かけるよりかは1、2、4、2、4で2000円で倍の金額狙った方がいいかなと思って横をかけました、はい、それではここからの時間は、はい、大義です。僕の予想はこちらです。まあ上は変則的なんですけど、まず1号艇の久保田選手、鳥塚選手、内枠の争いです。スタート内側がしっかりいったらで、まあ、1、2、4、5の3着に3の中村忠選手、僕中村角さん、あの助さん角さんの角さん、奇変に名古屋のナースかみたいな感じで、格のある格、わかります？名古屋の名じゃない、名古屋の名じゃないか、格、これ名前の名、名前の名、中村角さんの3着付けで15年間多分それだけ買ってれば回収率プラスです。もしくはうまいこと避けてここは3着だろうっていう3着付けでめちゃめちゃ勝ってきてるんで、これに関しては僕の唯一結果出してる攻略法、中村さんの3着がそれ、これですね。あの中村さんが3着に残せるとしたら内側が前にいる時のレースだと思うんで、ごちゃついてないで、角さんごめんなさい、下はやられちゃった時、角さんがやられるパターンだとやはり4号艇足の井岡部選手のまくりだと思うんですよね。この水面も込みでスロー勢が少し遅れてのということで、4554からの、3着は145で、こっちはあえてこの角さん切りですよ。角さんが3着に来るパターンこっちですから、だから闇雲に買えばいいってわけじゃないんです。ちゃんとあるんです理論が。この出目のこの豪邸の時は角さんこの3着大丈夫かなこれ、はい、まず G はどうでしょうか。2頭4頭、はい、1チョロ。さすがに6号艇の角さんは2着まで見ました。この角さん3着付けの時のね、2着が怖いんですよ。江戸川得意ですからね角さん。さあ、ちゃんと予想したら外れ出すかもしれないですね。ちょっとこねりましたもんね。鳥塚さんの頭を切ってしまった。これが吉と出るか。でも3着をその代わり、まあ、自己パンの6号艇以外入れたということで、結果オーラーになってくれるといいですね。14の124の12345と。はい、23、まあまあ宣言通りですね。234、おるれ12424買ってねえじゃん。これ間に合うか。いけるかこれ。いける？いける？本当？本当？違う、見せてたのが1レース目だった。しっかり買ってる。え、451。6抜き。45。2345。1。1244ね。1レース目を見せてたんだ。足もダンス出るぞ。またなんすか、それがもう怖いもん、うん、これはね
ね、安定してる。安定してます。膝カックンとかされたらもう終わりですか。それよくか予期せぬとこでこうやって、うん、風強い。うわ来たな。これ閉まった、荒れるから腕でトリーズか頭まであるぞ。まあ群馬のあの桐生橋に慣れてますからね。カクさん行き過ぎじゃないか。あやばい、カクさんが。絞らない。やべやべやべ、カクさんちょっと行き過ぎだ。それは全然絞ってくんない。え、なんで。あカクさんだったまで来た。アウトコースから4号艇、内から2号艇ドリーズか、5号艇黒のバックスレジェンドが出ています。ちょっと待った、ちょっと待った、各さんそっから落ちてこない。2号艇ドリーズか、その4号艇を壁、やばいやばいやばい、スタート前提正常です。やばいやばい、いや最近切っちゃったところだよこれ。いやーこれ無理だ、やっちゃいました各さん。3人なら3人なら頑張りすぎです。最初だったらもう1号艇を壁、内から5号艇黒のと追走です。西浦内マーク、2番手は2号艇ドリーズが振り切っていきます。いややっぱほら出るんだよ、出ちゃいましたね。しまったなぁ。西浦内マーク、2号艇黒のが続いています。これ切ったところなんだ。西浦内マークから独立しました。3号艇の中村悲しい。やーしまった、ほんとしまった。これは閉まりましたね。たくさん申し訳ない。5号艇黒野が先取る差しを狙って、1号艇久保田、3番手は黒野の優勢。あー間違えても勝ってない。いやこれは全然予想だにしてないとこだけど、江戸川だから買わなきゃいけなかった。賀来さんの3着はやっぱ師匠が言うんだから。師匠は嘘ばっかり言う。ただ賀来さん江戸が上手いからね。はい、第3レースはこちらです。まずは川上選手のインからですね。1着は取れてないんですけど、川上選手これ足はだいぶいいと思うんですよ。なのでスタートさえ踏み込んで先に回ることさえできれば逃げ切る足は十分にあると思います。ということでまずは川上選手のインから、相手には格上の北野選手の自在戦ですね。で1、4から内川へ。で一番怖いのが、まあ、川上選手のイン戦ちょっと怪しいところがあるんで、まあ、内川の誰かだなと。そうなると3着絞りたくて、6の高山選手 F2 で結構条件的には厳しいんですけど、まあ、外からでもすごいレースができる上手い人なので、ここは展開捉えて最内差しの3着十分あると思います。ということでこれでどうでしょうか。イン逃げと4頭まで来られる可能性があるからな。目は3頭こっちで掘ろう。ぐちゃーってなれば、ぐちゃーってなれば6、3着。まあなんかインが先に回っても飛びそうな感じがするし、4号艇テルッキーがまあ危ない水面なのでこう無理に絞ってはこないでしょうけど、スタートでね図抜けて余裕で頭になる可能性があるんですよ。そうなるとゆっくりゆっくりまくるっていうのが江戸川ならあるんじゃないかということで、ここまで切れなくて、で頭のインだけを削ってという感じですね。これで18点のはずなんだよね。しかもさっきみたいに図抜けてついてるところがどこにもない買い目なんで、あんまりいいねとは思えないんだけども、ちょっとこの辺かな。気象状況が変わることもございます。またこちらの情報はボートレース江戸川の角から自在に運んで軸となると予想しています。36点そうだ。最高は締め切り5分前でございます。窓口表示板で。やべ、時間ねえじゃん。先に買ってくる。はい、1000円ということでね。ただいまボートレース。どうしてもやっぱ初回に当ててしまうとこうね緩みがちですよね。緊急事態宣言もやっぱこう日を追うごとに今緩んできてるんで、気をつけなきゃいけないなと思ってます。ここは展開
まずは14からの2、3着折り返し、2、3、1、2、3の4で、すいません、ちょっとこれ間違えちゃったんですよね。なぜか2着を1から抜かしてて、それで買い足したのがこの合算です。だから実質ボードに書いてた通り1、2、3、4、2着、1、2、3、4の3着、6ですね。なんかおかしいなと思って、はい、以上です。はい、1、3、4、3、4、6インはこれだけ、もうモンマさん切りましたね。4、1、3、1、3、6、3、1、4、1、4、6、1000円、1000円だけど、お守りで4、1、3、2、3、1、4、2。モンマさん切ったのはお次そこまで跳ねなかったからで、宣言通り買いましたね。ね、はい、お騒ぎです。あっという間に、また間に合わない、開いてます。風で帽子が飛んできそうだ。さあ、インが飛ぶ想定です。まあ、テレキもいるしな。1から道を変えましたよ。6が3着来たらいい。そう、それ、うん、2が遅れてる。いや、それ6の3着しかないって。逃げる1号艇川上、差しは2号艇門が左打ち、差して4号艇川上、はい、3号艇岩川、続き終わりました。先頭争いは1号艇川上のアウトコース3号艇4号艇となっています。2号艇進行方3号艇1号艇川上、鈴節終わりました。6号すごい遠い、2周なのに。1号艇4号艇北の線で、差し本取る3号艇4号艇の差し本となっていまして、5メートル返しています。炎がいいんじゃないか、これ。先頭争いは1号艇川上、3、4、5がいいんじゃないか。4、3よりいいと思うよ。あ、大差ねえんだ。危ない。ゆとりで浮いたね。よく避けましたよ。3番、4番、1番、3選手抜け出しています。5号艇、スキヤバキ1、2周1番手、テクトカネシーカンです。あ、ブレ、5を終えしたけど、ねえじゃん。トップで3号艇、川旋回、2番、4号艇、北の3番手、1号艇、川上、方面取り返していまして、3番、4番、1番、ここで終了でございます。大丈夫だろうな。モンマ君、ナイス酒。派手にはこけたけど、一人だし、真上だし、手に座ってるし、大丈夫かな。大丈夫そうですね。若いのもあるだろうな、怪我になりにくいっていうか。さすがマスターズですね、怪我には。いや、本当ね、年齢によって同じこけ方しても全然違う。あ、分かりますね。柔らかさとか、うん、ファンの皆様にお知らせいたします。競争です。よし、いいよ。水面上をただいま、今のところ、金額1000円にして綱渡りが、まあ、かろうじて続いて生き延びてますんで、で、1号艇の森谷選手、2コースから1着取った以外は全部着外。対する2号艇の浜崎選手、宮優さんのデータにもあったんですが、過去3年間江戸川の2コースからで着外が1回のみで、しかもこの浜崎選手は、鈴虫君が生ナイスで2日ぐらい前に言ってたんですが、波がある江戸川はもういいんだろ。はい、波がある江戸川は浜崎がもう石渡鉄平か浜崎誠か。そんなに、もうここ見てください、これと。それはいいです、そういう感じなんで、まあ、浜崎選手の展開についての3の石木君があるかもしれないなという感じで、そこから5号艇の金田選手ね、2、3、5入れといての、最後はソータボーイも入れます。香川モッピーの息子さん、これでいきたいと思います。はい、もう展示から気合が入ってました。江戸川番長、初代江戸川番長浜崎誠、この水面で買わずしていつ買うんだっていう、もうおあつらえ向きの水面ですよ。
なのでここは2からで4を入れたのはね香川選手、まあ、江戸川初なんですけど乗りっぷりがとてもいい。でさらに51号機なんですよね江戸川の、まあ、ちょっと前節までオレンジモーターとして50杯以上受けてた。最後なんかここ1年間モーター見てきてよかった51号機なんかこう寂しい思いがあるので最後はちょっと上でもう一度戻ってこい51号機ということで最後は何かしら理由をつけて4を買いました。で最後2から買って外れたら寂しいので2000銭っていうのを最後浜崎さんありがとうって言いたいのでそこだけつけさせていただきました。以上です。そうですか、ね、いや4チョロ、はい、11は抑えてきます。なるほど頭からね、はい、この水面状況における船健康の方法はこちら。2差し頃前500円21はあえて買わなかったですね。の25前おっつける1500円、だから25だけ2000円持ってるって感じです。ね、いっぱい買います。はい、僕はまず2から4000で2004、まあ、浜崎選手の頭は当然として51号機の香川選手2、3着最終節の最終日に51号機のパワーをもう一度で、あとこれで2頭から買って外れたら浜崎さんに顔向けできないんでこれはもう2000銭ですよ。久しぶりに買いました2000銭。24系は2200円持ってるってことになりますね。はい、2差し頃前、まあ、あえての21切りだからね25ってなんで切ったかって言われたらなんだろうね、まあないと思った普通に21だけはあっても道中絶対抜かれてるだろうし絶対はないから、ね、じゃあ2あったりなかったりします、はい、まあ浜崎選手頭展開ついてのただいまボートレース江戸川第4あってもいいんじゃないかなっていう、まあ、先には回ると思います。ご投票ありがとうございました、はい、さあ前半最後の勝負ここで坊主回避させてくれるのはもうこれで前半プラ格だからね素晴らしい。浜崎さん遅れてねえかちょっと怪しくねえぞ大丈夫大丈夫あれ戻ってくるだろうほらあれうわこれは無理遅れたねこっから戻ってくるぞ頭はねめっちゃほら本気出してるもん見ろあの気迫ほらまだあるぞこれ浜崎がもう一個もう一個いってくれいや、刺さってるぞ、もう一個行ってくれたら当たる西の1番区、2番手、2号艇、浜崎内側から3号艇の意識が3番手に上がっていますなんだそれ上の台形は6番、2番、3番と変わっていますその後ろ、上手進行方に1号艇、国屋、6号艇、香川、最高峰、5号艇からこっちも全然間に合ってんの、上がった6号艇、沢崎が旋回コースから巻き出しまして後輩道となりそう2番手、2号艇、浜崎、3番手、3番手、いやすごい浜崎さん3番手、2番手、3番手、1番手、4番手、4万3000円出てますね出してる取っていきたいんだよな オープニングで僕が言った通り満州はもう2本出てます、ね、ただ2番州4番州というもうまさか中のまさかみたいな、うん、ちょっとまあ買えなかったなと思いながらもやっぱそういうところを江戸川では広く買っといていいんだよね、うん、ちょっと反省ですね。それでもその満州じゃないところを2個とも僕は取ってるんで、すごいプラスで終了しましたけどもちょっと反省オープニングであれだけ言ったのにっていうのがね悔やまれるところでした。
これ1本1本マイナス、まあでも戦えてるマイナスです。はい、僕はフルフルです。フル棒です。フル棒だけど全部声出てるんですよね。いや鉄板ね、探しました。鉄板ね、探したんで、ちょっとこれは後半気をつけないと。鉄板出しちゃったから悔しいな。いやでもよく戻ってきたな。後半ほら下半期、はい、いい成績だっただけに、そうですね、挽回しとかないと。今日の後半に巻き返しが、はい、でしかも風が今非常に強いんですが、このあと潮目もその風に同じ方に向いてくるんで、水面的には今よりマシにはなってくるはずなんですよ。優勝戦はまあ鉄平なのかなっていう、はい、ところはありますけどもね、いろいろ考えながらちょっと休憩して後半戦に挑みたいと思います。はい、前半この辺で失礼します。はい、ありがとうございました。どうぞ。来た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 。すごい。おい。ごめんなさい、楽しんでるところ。ブロッケン。シニア。ブロッケン。シニアフィニッシュ正解でたの。いやー。おめでとうございます。